皆さんこんにちは。フリーキャスターの生野一真です。これまでおよそ10年間民間放送局のアナウンサー、いわゆる局アナとして報道、スポーツ、エンタメなど多岐にわたって喋る現場で経験を積んできました。スポーツですとプロ野球やテニスの世界大会の実況、報道ですとニュース番組のキャスターを務めた経験もあります。またエンタメからドキュメンタリーに至るまで多種多様の番組のナレーションを担当してきました。これらの経験をもとに今回皆さんにはうまく話すのではなく相手に伝わる話し方をモットーにこの話し方講座を進めていきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。あなただけではありません。緊張は誰もがするものです。私もたくさんの緊張を味わってきました。何が起きるかわからないテレビの生放送のスタジオ、プロ野球中継、阪神甲子園球場、5万人の観衆、その中でのヒーローインタビュー、その都度緊張と戦ってきました。それらの経験をもとに結論から言いますと、緊張克服に最も必要な力は集中力です。緊張を感じやすい人とそうでない人を比較するときによく鈍感な人と敏感な人を比べることがあります。まず鈍感な人とは、一般的には周囲の目を気にせず自分の世界に集中できる人ではないでしょうか。これは素晴らしい才能です。一方で敏感な人には自分が置かれた環境の中あらゆることに目移り気移りしてしまう傾向があります。鈍感な人を見習って周囲の目を気にせずに自分の世界に集中することが求められます。では自分の世界に集中するためには何が重要か。これは準備をしっかりとすることです。プレゼンなどの本番ではその準備をしてきたこと、努力過程に自信を持つことが大切です。その上で準備してきたものを一旦すべて忘れてしまいます。これが一つのコツです。そもそも人はそんなにあなたに完璧を求めてはいません。 Do your best、 この言葉につきます。本番で自分の力以上のものは出すことはできません。いい意味であまり自分を過大評価しないことを心がけてください。この講座の最初かつ最大のポイントである話し方3原則についてお話しします。この3つとは、ゆっくりと大きな声でハキハキと話すことです。私が言うまでもなく会話は日常のあらゆるシーンで自然と行われています。しかし相手に伝わる話し方ができている人はさほど多くないように見受けられます。それは子供の頃から慣れ親しんできた自己流トークに甘んじているからだと思います。表現を強めると自己中トークとも変換できます。夢中になるがあまり相手が聞いているという事実を忘れて声の大きさ、キースピードなど自分が喋りやすいように自分の気持ちがいいように話しているのです。これでは相手の耳に届いても心には届きません。相手のことを考えてゆっくり大きな声でハキハキと話す。当たり前のように聞こえるかもしれませんが、この3つのポイントは常日頃から意識しておかないとなかなか習得することは難しいものです。しかしご安心ください。これらにはいくつかのポイントがあります。そのコツをこの講座ではお伝えしていきます。